吉田さん、非常に面白い事件が起きました。昨日建国記念日だったじゃないですか。建国記念日だったんで、当然ですね、私はね、日の丸を玄関に掲げたんですよ。そればかりかね、ちょっとノリに乗ってね、日の丸を玄関に掲げたやつを持って街をこうやって歩いたんですよ。建国記念日だーっつってからね、本当にやったんですよ。そしたらね、後からね、電話がかかってきまして、久保さん、どうしたんですか？半日ですか？怖いんでやめてください。本当にこんな電話来たんですよ。なんで半日や？何が怖いんだよ。建国記念日に日本の国旗を振り回してたら、そんな目に遭うわけですよ。で、そっからね、ちょっとね、発生した話がありますんで聞いていただきたいんですけども、こっからはね、私がね、昨日家族と、ね、親父と話した話なんですけども、70年前、80年前は、アメリカの国旗、イギリスの国旗をつけた T シャツとかね、トートバッグを持ってたら多分非国民で連れてかれて憲兵で拷問にあったでしょうね。逆に日本人のほとんどがもう日本の国旗を掲げてね、意気揚々と歩いて、お、仲間、やっぱり愛国心だよね、大和魂だよねっつってからね、もう一億玉砕だ、働くざる者食うべからずじゃない、なんだっけ、欲しがりません勝つまでは、贅沢は敵だとか言ってましたよね。みんなで日本の国旗を掲げてたわけですよ。それこそね、もうなんかアメ車とか乗ってたら非国民ですよ。どうですかね、当時ないですけども、トランザム乗っててってやってたらね、もうアメリカの車乗ってるぞ、逮捕しろみたいな感じですよね。でも今はなぜか日本の国旗をつけた T シャツ着てたら危ない人なんですよ。暴走族かみたいなね。なんかアジア建国党かみたいな言われちゃいますよね。でもイギリスの国旗とかアメリカの国旗を模した T シャツとかトートバッグ持ってたらおしゃれな人ねみたいな感じですよね。なんでやねんみたいな、アメリカ敵国だぞみたいなことですよね。じゃあ今度逆にですね、中国の赤い国旗に星のマークが5つあるやつ、あれを着て歩いてたらどうですかね。中国の人民帽をかぶってたらどうですかね。うわ、共産主義みたいな思われてるでしょうね。でも待て、満州国っていうのをはじめ、関東軍をはじめ、昔中国っていうのは日本の一部だったわけですよ。そんな遠くない過去ですよ。中国に住んでる人は日本人が侵略してきて広告って言ってね、非常に迷惑したんですよ。日本語を覚えさせられたりとかで、すぐにね、日本人に反抗的な態度を取ったら逮捕されたりとかね、そんなんだったんですよ。まさに私の好きなカンフーの英春拳ってのがあるんですけども、英春拳のイップマンっていうね、陽門って人なんですけども、先生はブルースリーの先生ですけども、当時日本軍にかなり苦しめられたんですよ。日本人に支配されてましたからね、中国は。まあそんなこと考えて今あれ逆ですよね。支配したはずの中国が今はね、日本を支配しようとしてるわけですよ。で、最後のエピソードですけども、私の視聴者さんで50代の方がいらっしゃって、その方のおじいちゃん、まあお父さんですかね、おじいちゃんかお父さんか忘れましたけども、シベリアに抑留されたあの時代があったらしいんですよ。シベリア抑留です。で、非常に大変な思いをして命からがら、それでも引き上げ船で帰ってきたらしいんですよね。で、その話を幼い頃聞いてたんで、50代になってからその抑留されていたシベリアにちょっとね、興味を持って行ってみたらしいんですよ。そしたらシベリア記念館みたいなところがあって、そこではね、日本人が強制労働させられているようなその蝋人形とかがあったり、その記念館でお土産物屋があったりとかね、まあ観光地になってるわけですよ。強制労働させられているところが観光地になってるんですよ。まあでもその方は写真撮ったりね、いろんな話聞いたりとかして、で、しかもお土産を買って帰ったらしいんですよ。なんかこうウォッカの入れ物とか灰皿みたいなやつとかね、ピカピカのやつを、で、それをお土産で持ってって、で、そのおじいちゃんかおばあちゃんみたいな、あ、なんだっけな、そのシベリア抑留から帰ってきたおじいちゃんにお土産だよって渡したらしいんですよ。そしたらお土産、これバカ野郎って言って怒られたらしいですよね。怒られますよね、それはね。ここで俺は死の思いしてきたんだ、何がお土産だと、何観光ちんたら言ってんだみたいなね。で、写真見せてもらったら、イエーイとかやってるらしいんですよ。老人形、強制労働している日本人のこうやってね、死の思いをしてね、働いてるところでイエーイとか言って、そいつ50代の人が写真撮ってて、その写真見せてね、また怒られたらしいんですよ。そりゃ怒られますよ、それは。っていうことで、なんか傷つけちゃったみたいなんですけども、久保さん、どうすりゃいいでしょうかっていう質問なんですよ。いや、それはよ、もうなんかよく考えろよって話ですよね。
バカ者って感じですよ。もうそれはさすがに傷つきますよ。だから特攻隊員で、生き延びて帰ってきたらしちゃった方とかね、今でも、いるそうなんですけど、何名かね。まあ、チランでもそういうことがあるでしょうけども、本当に涙は涙の物語で、茶化せるようなものって一個もないのに、まあ、やっぱいるんですよ。やっぱりね。鹿児島チランとかに観光に行ってきて、お土産にゼロ戦の戦闘機買ってきたよみたいなね、キーホルダー買ってきたよとか言って、元特攻隊員とかに渡すやついるんですよ。ほら、記念のお土産だよとか、バカ野郎みたいな。何がお前イエーイだみたいなね。そこは観光地じゃねえよと。俺の大変な思い出だって青春を潰してね、もうアメリカ軍と戦ってたんだよって。明日にも死ぬかと思ってお前、気が利いてなかったんだよ。何がイエーイだみたいなね。どんな神経してんのかなって。まさにこれが平和ボケってやつでしょうね。で、それに比べたらね、マスクするしないで揉めてる日本って何なんすか。もう本当に天皇陛下万歳ですよ。もういってらっしゃい。